やってきました、中毒飯チョモランマ。こちらのお店はね、愛知県豊田市にあります。全30席ご飯大盛り無料、すごいお店にやってきたな。看板がすごいでしょこれ、中毒飯チョモランマだよ。ほらほら、こちらにもでっかい看板、中毒飯豚と卵とそれ以外チョモランマ。駐車場がね20台あります。ほらほら、結構広めの駐車場、すごいな、この看板に引き寄せられちゃうよね。それでは店内行ってまいります。出てます、営業時間11時から15時までね、夜はね18時から22時まで。さあ行ってきます。おっと、入ってすぐ券売機ね。選べるご飯の量、並が 220g、 大盛りが 330g、 特盛りで 440g。 おお、特盛りすごいな。これもライスの大盛りも無料ってことか。特盛りも無料か、すごいな。メニューはね、チャーシューエッグ定食2枚入り1180円、あ、1枚入りだと880円か。とろりチーズのチャーシューエッグ定食っていうのがあるね。あとは麻婆チャーシューエッグ定食、平日ランチ定食っていうのがあるね。これ唐揚げ定食かな、980円。あ、今日は平日じゃないからない。あとはこれ人気ナンバーワンだって、遊園地唐揚げ定食1180円、背脂マシマシチャーシューエッグ定食1280円。何これ、地獄タンメンだって880円、タンメンランチ定食1080円ね。いろいろあるな。これは唐揚げと、唐揚げとチャーシューのお店って感じ。ガリバタ唐揚げ定食に麺玉よ唐揚げ定食、普通の唐揚げ定食は980円か。ヤンニョムチキン唐揚げ定食があって、肉増し担々麺、肉増し担麺とか野菜たっぷり担麺もあるんだ。あ、特製背脂ブラックラーメンだって。あ、食べたいけど罰か、やってないんだ。背脂ブラックラーメン、麻婆麺、汁なしもうない。麺玉やチャーシューエッグ定食にタルタル照り焼きチキン定食か。あ、唐揚げの単品もあるんだ。1個150円、2個で300円ね。よしよし、もうメニュー決めよう。今日はね、ランチお姉さんも来てるんで、ランチお姉さんはこれ行ってみよう。タルタル照り焼きチキン定食ね、980円。私はこれ、ネギダク油淋鶏唐揚げ定食ね。これすごいじゃん、なんかボリュームすごそうだね。そんな感じで頼んでみますか。ほら、新発売なんだ、タルタル照り焼きチキン定食980円、ご飯味噌汁付きね。そしてそして、これがネギダク油淋鶏唐揚げ定食、人気ナンバーワンメニューだって。ざく切りの白ネギがふんだんに絡んだ油淋鶏ソースをたっぷりのせましたと。食べてみます。さあ行ってきますか。結構混んでんだよな。もう店内満席すごいな。来たよ。こちらがね、照り焼きチキン定食ね。もやしがたっぷりに、照り焼きチキンにタルタルか。豚汁とご飯がついてね。ご飯はね、ランチお姉さん並みです。はい、ランチお姉さんどうぞ。ほら来たよ来たよ。こちらが油淋鶏定食ね。ほらほら、唐揚げがたっぷりだ。でっかいな、いほら。ご飯はね、大盛り。ほら、並と大盛りの違いはこんな感じね。特盛りにしようと思ったけど、特盛り食べきれないかなと思ってね。特盛りはまたさらにこんな感じでね。今日は大盛りにしておきました。それでは、いただきます。すごいね。ここは、こちらのお店はね、ランチ3時までやってるけどね、ただいまの時刻2時半満席ですよ。すごくないですか。豚汁うまっ、トロットロ感がある味噌汁だわ。うまいな。さあ、ネギたっぷり油淋鶏、
ただきます。うん、鶏肉柔らかくてね、香味ソースがねたっぷりと美味しい。これ唐揚げが1個がでかくてすごいボリュームだ。結構ね、女性のお客さんも多いね。本当に1個がずっしり重いからね。何十年さん、照り焼きチキンタルタルどう？美味しい？じゃあ1個もらおうかな。あ、どうせ後で回ってくるか。とりあえず今はもらうのやめときます。ほら、ネギたっぷり。あ、味噌汁が甘すぎてもうなくなっちゃった。味噌汁おかわりはできないか。食べます。香味ソースがたっぷりでね、鷹の爪なんかも入っててね、ちょっとピリ辛でね、美味しいソース。うん、なかなか刺激的で美味しい。うん、ほら、でっかい油淋鶏ラスト。うん、あ、ご飯特盛りにしなくてよかったな。並盛りでもよかった。ご飯待っちゃう。チキンのボリュームが本当にすごい。これはまさにね、チョモランバだね。さあ、ランチお姉さんの照り焼きチキンタルタルもらいます。おお、結構1個がでかい。え、もう1個？もう1個だって。もう1個もらっちゃおう。ほら、照り焼きチキンタルタル丼できました。食べます。照り焼きチキンも結構でかいね。1個が一切れがでかいね、やっぱり。これは照り焼きチキンタルタルだ。ああ、もうお腹パンパンだ。ラスト、完食。ごちそうさまでした。すごいボリュームだったね。もう定食一つで腹パンパン。やばい。外の看板のね、どでかい看板にね、釣られてやってきましたけどね。中毒飯、チョモランマとやばいね、みんなでしょ。そこそこ大食いのランチおじさんはね、食べに来たくなっちゃうね、こういうお店に。ランチお姉さんはまだまだ頑張って食べてます。最後まで食べてもらいます。ということで本日はね、愛知県豊田市にありますね、中毒飯チョモランマさんからでした。バイバイ。